日かと恐れていた、いつの日かと夢見ていた、心目覚め翼広げて旅立つ日ダグラ、己つなぐ鎖断ち切り、心縛る闇を切り裂く光の戦士ダグラ、目指せ遥かな地平、さらば優しき日々を、もう戻れない、もう帰れない、太陽の牙ぜひご決意を。全デロイア人民は閣下の決起を熱望しております。無理を言わんでくれ大佐、私はもうこの年だ、そのような情熱は残っとらんよ。それに自分の見るところではデロイアの客観情勢はそこまではいっとらんと思う。ことを起こせば状況は後からついてまいります。大佐、このことは聞かなかったことにする。君も忘れろ。閣下、重ねてお願い申し上げます。大佐、くどいぞ。お聞き届け願えないときは非常の手段を取らねばなりませぬが。大佐、どうあってもというならこの老人を踏み越えていかねばならんぞ。やむを得ませんな。一発の銃声が全ての始まりだった。 SC1 号にデロイアは動乱の時を迎えようとしていた。始まりの銃声。いつも見に来てるな。見ていて面白いか。やってみるか。え、地球人に根性があればの話だがな。根性ってことは知ってるか。ラッキー、どうせやんなら板一枚増やそうぜ。おお、そりゃいや。友人にしちゃやるじゃないか。どうなる？それで朝何時に立つんだ？朝の10時だ。向こうへはどのくらい行ってるんだ？予定は20日間だ。お父様、デロイヤは蒸し暑いから着替えはたくさん持って行った方がよくってよ。そういえばレイクさんは向こうが長かったわね。ああ、連邦会議を今回デロイヤで開くっていうのは実に効果的ですよ。デロイヤはどこまで行っても地球の植民性なんだ。そのことをデロイヤ人に再認識させといた方がいい。向こうで開くっていうのはそういうことなの？無論だ。近頃のデロイヤ人の思い上がりは目に余るな。地球の支配下にあるってことを思い知るべきだ。ねえお父さん、これだけは言っておく。お前たちがデロイヤをどう思おうと、今や地球経済はデロイヤ抜きには成り立たないことをな。それにしてもデロイヤ資本は強くなりすぎたな、ドナン。その通りだ。なんとかせにゃならんな、このままでは。閣下、お電話です。諸君、ちょっと失礼する。
そりゃよかった、ありがたい。広報ども会議出席に同意したぞ。これで地球連邦全ての出席を取り付けることができました。うん。ああ、申し遅れましたが、総理も明日は見送りに見えるそうです。よかった、全員の出席が取り付けられるとは思わなかった。デイジー、クリーのことが気になるの？いいえ。顔が赤くなってるよ、デイジー。ああ、こらこら、どうした？喧嘩はダメだぞ。それにしても遅いな、クリン君は。クリンか。クリンって言うんだ。俺はフェスタだ。よろしく。ビーゲルだ。アナレッドだ。ショッパーだ。タックル。よろしく。オイラビリーだ。チコだ。オイラ、オイラスヌー。こいつはナナシってんだ。ヤハハハ、ダナッセ。よろしく。地球人にシャーいい根性してるぜ。これから街へ繰り出さないか。そうでなっせ。そうすっか。よし、決まった。餅つきやだろ、クリン。あ、なんだ、誰だ。出てけ、デロイヤの豚野郎。ここは地球だ。お前たちデロイヤ人の来るところじゃない。出て行かなきゃ腕付きで叩き出してやるぞ。冗談じゃねえや。やれるもんならやってみろ。やっちまう。気がついたかい。デロイヤ人を君が差別してないところはさすがにドランカシムの息子だな。君のことはよく知ってるよ。あなたは名前はバスク、デロイヤ人だ。散歩の途中で今の騒動に出くわしてね。でも君と話ができて嬉しいよ。僕はドランカシムを尊敬してるんだ。尊敬？君は？あなたとは違うかもしれないけど好きだ。当然だよ。ドナンカシムは立派な人だ。さっきの喧嘩じゃないが、ギクシャクしている地球とデロイヤの関係を直してくれるのは君の父上しかいない。明日できるなら見送りに行きたいな。手を振るだけでもいい。でも僕たち一般人じゃ空港には立ち入り禁止でダメか。見送りたいっていうのはね、名もないデロイヤ人でも地球の政治家に期待している人間がいるってことを知ってもらいたいからなんだよ。まあ、クリン、遅かったじゃない、クリン。こんばんは。
どうしたの？怪我してるじゃない。ちょっと転んじゃってね。おっと。レグ兄さん、いらっしゃい。やあ、元気かい？クリン。こんばんは。こんばんは、モレアさん。兄さん、父さんは？明日が早いから上で休んでる。どうしたんだ、今頃。ん？父さんはベッド？いえ、まだです。そう。誰だ？父さん、入っていい？おお、クリンか、どうした？父さん、今日は食事に出なくてごめんなさい。そんなことはいい。うん？どうした？怪我をしているではないか。ちょっとバイクで転んだんだ。何をしてもいいが、母さんには心配かけるなよ。うん。じゃ、明日早いから。ああ。おやすみなさい。おやすみ。明日は見送りに行くよ。みんなとは一緒じゃないかもしれないけど。さて諸君、私に何を語らせようというのかな。婚約発表ならもうとっくに済ませたはずだよ。連邦評議会をデロイアで開く本当の狙いは何ですか？評議員を持たないデロイアで連邦会議が開かれるなんてかつてはなかったことですよ。いろいろ取り沙汰されておるようだが、私としては当然のことと思っておる。つまりデロイアも地球連邦の一員だという認識を新たにするとでも言おうか。まあ、とにかくデロイアで連邦会議が開かれなかったのは未開拓時代から引きずっておった単なる慣習に過ぎん。慣習というものは時において破られるもんだよ。デロイアの独立の機運に対する牽制という声もありますが。そのような側面は全くない。おう、いや、総理、忙しいところわざわざすまんですな。さて、総理もいらしたことだ。つまらん詮索はやめにして、内政についての質問謎を展開したらどうかね。諸君、だいぶドナンをいじめたらしいな。それでは総理にお伺いしますが、デロイア連邦評議会の一番の意味は？お父さん、新聞記者たちにだいぶ食い下がられておりますな。連中のしつこさには泣かされるよ。いつも世論の代表者面にはへきへきする。しかし時には役に立つものですぞ、マスコミというものは。男と生まれても政治家にはなりたくないものね。お母様、クリンは来ているんでしょ？ええ、デイジーに今探しに行ってもらっているわ。ここにいればいいんだ。落ち着かんやつだな。貸し向けの恥だ、あいつは。そんな言い方はしないでちょうだい。父さんも母さんも甘やかしすぎるんですよ。今のままだといつか貸し向けの名を怪我しますよ。ラビン君。おお、これは大臣。いや、わざわざお忙しいところありがとうございます。ロイル。これは弟のロイルです。ロイルです。父からお噂は金がね。調子がいいこと。クリンにあの真似は無理ね。いない。でもせめてゲートの外からでも送らせてもらうよ。ドランカシムを支持する一デロイア人としてね。
もう時間だ。やあ、クリン君。はあ、あの、失礼ですが、一般の方は。まあ、僕は貸し向けのものなんだ。は？来てくれたんですね。お知り合いの方ですか。ええ。時間になっても姿が見えないので、来ないのかと思いました。いや、途中道が混んでね、バスが遅れたんだよ。クリン、こんなところにいたの？みんな待ってるわよ。もう時間がないわ。早くみんなのところ行きましょう。僕、あっちへは行かないよ。空気が合わないんだ。どうしてそうなの？お母様心配なさるわよ。母さんなら分かってくれるさ。僕はこのバスクさんと。お？あ、え？バスクさん、どこへ行ってしまったんだろう。どうしたのクリン？クリン、クリンたら。それじゃあくれぐれも気をつけてな。ありがとう。行ってくる。フィーナ、留守を頼んだぞ。行ってらっしゃい、あなた。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい、お父さん。ラコック、君のシートは？ああ、後ろのキャビンです。機長、ラコック君に用のある時は？シートの左端のボタンを押してください。あ、それです。シートバッグにマイクが内蔵されておりますので、その他用事がありましたらこのジュディア中尉にお申し付けください。我が第三空軍の名家です。ジュディア・オハラです、よろしく。なるほど、美人だ。ラコック、君はシャトルにいる間失業だぞ。はあ、その間休養を取らせていただきます。おい、リニア砲と機銃には実弾が入ってるから気をつけてくれよ。はっ。旧型とあまり変わらん。よし、行くぞ。
に入っているのは誰か、直ちにコンバットアーマーより出てこい。なんだあの爆発は。一体何があったのだ。大変です、各界のシャトルがコンバットアーマーに襲われました。なんだと。お母さん。はい、アーマーライフルの用意。奴の足を止めろ。こっちを向きます。お中の奴はソロテックに慣れてない。動きが鈍い。直接ホクフットを狙撃しよう。了解。対アーマーライフル、クソやられてたまるか。下がれ。真正面から勝負しようっていうのか。バカにするな。くそ、照準が合わない。なんで照準が合わないんだ。だが素人め、こっちが交代してるのがわからないだろう。てっ。こちら FSD、 テロリストは射殺しました。了解。死亡3名、テロリストの氏名、年齢、出身など現地で判明していることを知らせ、車両大破。テロリストはテロリア人、推定年齢25、6歳、国民身長170センチ。こいつか、デロイヤのテロリストってのは。おうおう、派手にやられたな。バスク、空港でのことは計画の中にはなかったはずですが。とんだハプニングだ。ま、とにもかくにも矢は放たれましたな。うん。物語は前奏曲を奏で始めた。呆然と立ちすくむクリンの胸に疑惑の雲が広がる。デロイア、その遠い星にどんな運命が待ち受けているのか。歴史の歯車がきしみ始めた。次回、デロイアの動乱。 Not ever justice, I want to get truth. 真実は見えるか。夏の日スローモーション。